ニッチ市場、ニッチ市場、ニッチ市場、ニッチマーケットとは、市場全体の一部を構成する特定のニーズ、需要、客層を持つ規模の小さい市場のこと。競技には、その中でも、商品やサービスの供給、提供が行われていない市場とされる。隙間市場とも言う。ニッチ、ニッチとは、直訳すれば建造物内部の壁面に設けて、心臓や装飾品を安置する。 隙間や、くぼみの意味があり、とも呼ばれる。元来建築士用語であったのを、生物学で生態的地位を表す用語に転用したものである。様々な生態的地位がある中、例えば哺乳類の進化に伴って起きた日地の分割などが経済学の概念して援用されて、日地市場の概念のもとになったとされる。中世代に、恐竜、主張竜、翼竜などの爬虫類が陸、海。 空問わず栄えていた頃、哺乳類は、ネズミのような姿で目立たず、活動も、夜行、雑食など、隙間的なものを、主としていた。約6500万年前に恐竜などが滅びると、絶滅で空白になった、日地、生態的地位を埋めるために、様々な生物が進出し、哺乳類が、最も成功を収めたと言われる。空は鳥類。この生物を企業などにぎして、 ニッチを開拓するなどとも言う。なお、同種の現象は過去何回かの大量絶滅の後にも現れた。既存の商品やサービスでは満足できない消費者が存在する場合、これらの消費ニーズの相対がニッチ市場である。既存のサービスや商品といったものから取りこぼされた状態にあるため、このように呼ばれる。ニッチ市場はニーズの規模が小さい市場のことだが、 その理由としてはなどが挙げられる。市場規模の小ささから既存企業が進出していないためベンチャー企業が進出しやすい。転じて、大手資本が手をつけないようなマーケットのことを言う場合もある。これらの市場を目指す企業のことを日地産業、産業、隙間産業、日チャーともいいニーズの発掘と対応により大衆向けに無個性化した従来からある大企業。 大手資本のサービスとの差別化を図る業態も見られる。なお、こういった日地市場に対する業態では、店舗を構える場合には、顧客が得やすい、都市部に集中する傾向もあるが、商品の流通において、企業と顧客個人をつなぐ宅配便の誕生以降、通信販売やさらには、電子商取引といった、無店舗業態の発達が進んでいる。決済手段においては、 顧客側に手間がかかる、クレジットカード決済や振込に代わり、代金引き換えなどのより簡便な方法が発達したことにもよって、顧客の側からは利用しやすく、事業者の側からは、広い範囲から、小さな利益を集約し商業的成功を得やすくなっている。日本では1990年代以前において、富裕層のみを対象にした、高級品、宝石、貴金属、 ファッションなどのブランド品が市場に存在したが、これらは特に明確な市場性が存在し、消費者全体の1%数程度に満たない購買層に過ぎないながらも、消費者資産全体の数割をも占有しかねないこれら、裕福層に対応するブランドは多く存在する。これらでは、有服層向けに成功した場合に、一般向けの商品やサービスほどには、 競争による市場淘汰の圧力が強くない傾向も見られ、一概に高級ブランドとして成功したところでは、安定した変化の少ない市場を形成するに至っている。ただ、多くのブランドでは品質を常に最上に保つような注意が払われていることにも注目すべきである。これを怠ったブランドは、没落の浮き目に遭う。また大衆にあっても近代化や高度経済成長期。 バブル景気の時代を通して生活に余裕が出るようになり、この高級品市場の製品に対する戦望を向け、たとえ一品でも購入するような一点豪華主義も見られる。ただ、これら高級品市場は明確な地位を築いている点で、あまり日地市場とは一般には認識されない。その経済動向は普遍的に知られているためでもある。だが1 9九十年代以降、 既存の商品やサービス形態に収まりきらない需要が見られるようになり、この需要発掘が中小企業にも流行した。これらは、インターネット利用の流行や、携帯電話の普及といった、情報通信の活発化にも関連する消費者の価値観の多様化や、個性を重要視する社会的風潮にも関連づけてみることができる。その中では、オタク向けに、 特殊化した市場、アニメ、導入ショップやキャラクターグッズ専門店なども発生し、萌え関連商品など市場全体から俯瞰してみると多くの日地市場が登場していい。これらでは多様化によって様々な企業の住み分けも進んだ結果、各々の日地市場の合計が一般層向け全体の娯楽媒体市場規模も追い抜きつつあるロングテール。これらでは 日地市場に特化した方が収益率が高い場合がある傾向もその背景にあると言われる。オタクのうを参照。この他にも訪問介護や輸入雑貨、博来品などの様々な分野で従来の大企業、大資本が見向きもしなかったような分野にも潜在的需要やその新規性による成功を収める分野も見られ、これらでは 事業者個人の私的な趣味の延長にあるものや、フィールドワーク的に実際の消費者らとの交流によって、発見されたニーズに対応することで生まれた業態、他業種で培われたノウハウを導入することで変化する業態などが存在する。また従来では、市場規模の小ささから対応、参入しづらかった大企業、大資本でも、 従来の大衆向けの確立化されたサービスや商品が消費者に飽きられている現象により伸び悩んでいたこともあって消費者が選べる様々な選択肢を数多く設けることで提供するサービスや商品の汎用性を高めこれらに致死場へと対応する動きも見られる例えば保険では古い大衆向け保険商品が確立化されていて おののの消費者の関心を引きたい部分があったが、近年ではパソコンを導入して、その場で様々なプランを組み合わせた上で、月々の保険料を算出するシステムを導入、保険加入者の増加を目指している。これらでは消費者のおおよその年収や年齢はもとより、保険によって保証される金額を、病気や怪我の種類別に細かく細かして、おののの消費者が求める、普段、 不安があるために関心のある分野に特化したカスタマイズされた保険を提供できるようになっている。特に2000年代に入ってはこれらカスタマイズが可能な商品、サービスを導入して個別の消費者ニーズに対応する傾向は増加しており自動車では大手自動車メーカーでも若者層を中心に人気のあるミニバンなどの車種で店頭にて様々なオプションパーツや外装をチョイスすることで 大衆車並みの価格でカスタムカーを販売するといった日市場に対応する動きも見られる。また競技ベースグレードなどユーザーがカスタムすることを前提として装備を簡略化したグレード三菱ダンサーエーボリューション RSS15 型日産シルビアスペック R タイプ B スバル BRZRA R カスタマイズパッケッジトヨタ86 RC なども一種の日地市場への対処と言える。この他にも様々な業態で日地市場の発掘が行われている。このような多様性のあるサービスや商品を可能にする点でも現在の情報技術、通信やコンピュータ関連の技術の発達は重要な役割を担っている傾向も見られる。日本では平成不況の折にッチ市場向けの中小企業の中に 不況下にあっても良好な収益を上げている企業があるとして注目された。これらでは他に競争相手がいないことや消費者がそれら中小企業の提供する商品やサービスに満足しているという状態がクローズアップされた。従来の不況では消費全体が冷え込むところを平成不況では消費者が満足さえすれば多少は割高なサービスや商品でも 消費者は好んで、それらを購入するという状態が特に注目されている。これら日知市場向けの中小企業では、ベンチャー企業も多いが、これらでは企業にかかる資本金などの面で、企業家にかかる負担が大きく、また、米国などと比較しても、これらベンチャー企業の資金調達が難しい部分も見られる。このために本政府、経済産業省などは、 景気回復の一環として、ベンチャー企業支援策を打ち出し、これらニッチ市場向けに企業する人が、より企業しやすいよう、様々な支援策を導入している。この企業支援では最低資本金の法改正による大幅引き下げも行われた。資本金の項を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。